はい、えー。皆様、こんばんは、えー。今日はちょっと準備に手間取りまして、これから始まります。ボギー大佐の言いたい放題4月25日火曜日。えー、私、担当の、えー、ボギーテドコンでございます。いやー、今日もね、本当にろくでもないニュース。たまにはいいニュース欲しいなと思うんですけど、なかなかいいニュースが入ってこないわけなんですよね。 まあ、その前に、えー、本日も、えー、ハチさん、音声良好ですっていうことで、ニラいただいております。えー、コシさんからも今日は賑やかにクラッカー、そしてボギー中佐、みつさん、こんばんわんこ。それから、みつさんからニラでございます。あと、オキパヨ愛好会埼玉出張所所長さんからもニラでございます。はい、ニラ。まあ、あ所長はね、 あの、ワンヌウムインにリアル出演しておりますんで、まあ、これから沖縄に見えられたね、戦友の方々はみんな番組に出演をしていただこうと思っております。え座る場所はもちろん、あの、HK マンゴー仮面さんの横ということでございます。沖縄に来る方ぜひご一報いただきたいと思いますえ。肉球さん、江戸前あさり小僧さんからニラ、 みつきさんからお寿司もいただいております。塩サささん、こんばんはんこでございます。はい。えー、こしさんからは、はい、またクラッカーの追加で、みつきさんからお寿司ということで、森の宮やさん、今夜もよろしくお願いいたします。さて、えー、ここに映っているのは、げんちゃんではないですよ。はい。げんちゃんではございません。 まあ最近はね、抗議活動というよりはファッションになってるんじゃないかということで、まあ、なんて言うんですかね、政治運動というよりはファッション左翼って言うんですかはい。ファッション左翼、なんちゃって左翼ということでございまして、まあこういったことにね、参加することによって、俺っていいことしてるじゃんっていうふうに、自己満足をしているだけじゃないのかというふうにね、思っております。 さて、えー、今夜はですね、今、コスさんの方からお話がありましたけど、とんでもないね、あの、ことが起きております。実はですね、はい、実は、えー、この、泡というね、名護市の泡という、いわゆる、えー、辺野古の、えー、埋め立ての土砂をですね、積み込む港があるんですけど、そこはね、今までこういう風にね、本当 本当にひどい状態になっていました。まあ、ここに入ろうとするトラックの前に、半吉活動家が、こうして飛び出すわけなんですよ。はい、飛び出します。飛び出しても、警備員はもう見てるだけ、立ってるだけしかできない。そのね、飛び出した活動家をこうしてね、えー、押しのけるのは、 えー、若い、えー、機動道隊のね、方々ということでございまして、一人避けると、その奥にまた一人いるということでございまして、まさにいたちごっこ。まあ、こうしてね、えー、土砂の搬入を遅らすことが、まあ、彼らの目的であり、これが、えー、抗議活動ということだったらしいんですよね。さて、中にはこういうふうに、もうひどいとしか言いようがないです。 はい。こうしてね、トラックの前に飛び出して、絶対に相手はね、えー、車を進めて私を引くことはないだろうっていう確信を持って車の前に飛び出すわけなんですよ。これがお隣の国だったら、もう、何のね、ためらいもなくくしゃっとやってると思いますよ。でもここ日本はね、そういったことをやらないっていうの分かってるから。 こうして平気で車の前に飛び出せる。そしてそれをね、強制的に排除することができない。この警備員。警備員。もう、何のためにいるんですかと私ね、思いますよ。ね。こういった時ぐらいはちょっとね、邪魔だからどいてくださいって言って、どかしてもいいと思うんですけど、まあ、ちょっとでもね、 体に触れたら、セクハラだーとか言ってね。ね。この人が私の体触ったーって言って、そうするとマスコミがすぐ飛んできて、何があったんですかーっていう感じで。この警備員が私の体触ったのよーって言ってから。ちょっとあんた、女性の体触りましたね。そうやってセクハラですよっていう感じでね。そして翌日の新聞に記事となって出る。はい。えー、川の警備員。 抗議活動の女性の体を触る。セクハラかとか言って。そういうふうに記事にされると、ね、防衛局は、はい、カンカンになって、誰だこの警備員はっていうことでね。はい。そしてクビになっちゃって仕事を失うわけなんですよ。だから、彼、彼女たちに手を触れることが全くできない。っていうのがね、 今の現状なんですよね。セイラさんどうもこんばんはんこでございます。まあそういったこともありましてね。え誰も、えー、止めない。誰も捕まらない。結果的にやりたい放題。大きなわっさよくということでございましてね。もうこういうふうに工場的に入ってくるトラックを止める。そしてね、えー、機動隊員がそれを押しのける。ね、その隙間からまた飛び出して止める。 いやーもう本当にね、これのずっと繰り返し繰り返しだったんですけど、まあ、業者とかね、公安の方から、ね、公安当局の方から苦情があって、あの、県もね、さすがに豪を煮やして、こういう看板をね、建てました。大型車両の往来を妨害する行為と、公安施設の機能を妨げる行為は、 沖縄県公安管理条例第3条5号で定める禁止行為に該当します。禁止行為を行った場合には、沖縄県公安管理条例第33条に基づき、彼を課す、彼、ね、をね、処することがあります、ということで。沖縄県、さすがにね、やっぱり公安当局、 いやね、使用者の方から苦情が出たら、こういったね、警告版を出したわけです。いや、私この警告版見たときに、ね、県庁の中にも、すごいまともな人がいるんだなと、法律に則っ,ってね、えー、粛々とやる方がいるんだというふうにね、私は非常にね、評価をしていました。まあ、これに対して大発表したのが、いわゆる、 ね、沖縄財布の皆さんでございまして、なんでね、自分たちが応援している玉木デニー知事の、がいる沖縄県が私たちをこう排除するんだって大発狂をしたわけなんですよ。まあ、それでもね、はい、えー、県の方は、えー、これはね、あの、法律に則っ,って出してるだけですっていうことで、知らんぷりを決め込んでいたんですけど、これが、 そうでなくなってしまった。何かと言いますと、こういうことになってしまいました。このね、えー、県の看板の県が、納得いかない大きさよの皆さんが、県庁にね、押しかけまして、県庁のホールで、なんと座り込みすごいですね。ここにもね、例の看板持ってきて、県がこの看板撤去するまでね、あのー、 日数数えるプレートを掲げりゃよかったりな、なんて思うんですけど、このね、沖縄県庁っていうのは本当にこの活動家を排除しないんですよ。もう中に入れて中で自由にね、いろんなことさせます。他のね、都道府県の県庁の中でね、活動家が入ってきて座り込みする県庁なんて、どこにもないんじゃないですか はい。どこにもないと思いますよ。これ沖縄だけだと思うんですよね。前はね、この座り込みどころか、えー、県庁に入ってくる車をね、半吉活動家たちが指摘検問をして、どこの部署に行くんですか何を積んでいるんですかっていうことでね、検問までやってたことがあるんですよ。それに対してね、沖縄県警、県庁のすぐ隣にあるのに、 それをね、阻止することもできなかった。この沖縄ってね、私思うんですけど、本当に放置国家なんですかはい。日本国は放置国家ですよ。法律にのっとってね、ダメなものはダメ。これはいいのはいいというふうにやってるはずなんですけど、沖縄ではですね、はい、いわゆる反基地無罪。 反戦平和は免罪符ということでございまして、反吉のためだったら何をやっても許される。結果的に、このね、塩川港に掲げられたさっきの看板、それが気に食わないということで、こうしてね、座り込みをやった上に、剣にねじ込んだわけなんですよね。はい、そしてどうなったかと言いますと、こういうことになりました。 はい。沖縄タイムスさんから。はい。えー、名護市辺野古の滑走路建設で市民の抗議活動が続く元部塩川港。はい。元部港塩川地区って書いてますね。はい。元部町の、まあ、はい、塩川地区で大型車両の往来を妨害する行為に過料課す 可能性があると警告する看板が設置されたことをめぐり、県は24日、看板を撤去する方針を示したということでございまして。はい。公安を往来する担プと市民の事故防止の目的で設置したが、市民団体側と同日面談をし、安全に抗議行動をすることが 確認できたためと言うということでございましてね。面談前には市民約80人が県庁1階ロビーで看板撤去を求める抗議集会を開き、一時緊迫したということでございましてね。はい。県は法律に則っ,ってこの看板をね、出しております。 だってね、皆さん。だって、毎日のようにですよ。毎日のように、こうして、ね、道路に、置き去りがねあの、集まって、行ったり来たりして、トラックの搬入を阻止してるわけなんですよ。いや、彼らは抗議じゃないんですよ、これ。トラックの搬入をね、阻止することが目的なんですよ。阻止することが。はい。 抗議活動をしてるわけではございません。もうね、あの、トラックの今、中佐書いてますけど、業務を妨害する、そして遅らすことによって、えー、埋め立てをね、1分1秒でも長引かせる、遅らせるっていうのが彼らの目的なんですよ。はい。っていうことはあの、そういったあの、いわゆるさっきの、はい、看板、 ちょっとまた皆さん戻ってみていただきますけどここに書いてますよねはい大型車両の往来を妨害する行為と公安施設の機能を妨げる行為はね中略禁止行為に該当しますとつまり往来を妨害しないということ 何ですかねはい。県は、ね、この大型車両の妨害をしない、そして公安の機能を妨げないっていうことをね、抗議に来た人たちとね、話をして確認ができたから、この看板をね、撤去しますと言ってるんですけど、さあ皆さん、どうなると思いますこれどうなると思いますマジに。いや、私ね、 あの、本当に時間があったら、塩川港のとこに行ってね、これ、あの、ビデオ撮ってきたいと思う。ビデオ。はい。ビデオ撮ってきてですね、えー、いわゆる、あの、そのトラックの出入りをね、彼らがまた同じように邪魔をするんであれば、これをね、ビデオに撮って、ビデオに撮ってですよ。はい。これをね、何日分か撮りためて、 私がだったら、県に対してですね、住民監査請求を起こします。あなた方は、この活動家の方々と、えー、この県条例に抵触しない形での抗議活動をするという約束をして、えー、看板を撤去したにもかかわらず、えー、彼らは、ね、同じように、えー、犯人を妨害し続けている。それに対し、あなた方は、 え、約束をしたと言って、その後確認をしたのか、そして妨害行為に対して、県条例に照らし合わせて、カリを請求したのか。それをやっていないのは、あの、職務怠慢であるということで、私、住民監査請求、起こしますよ。いや、マジに。いや、本当に思わないですかいや、私、そういうふうに思いますよ。まあ、今回の件、これいい、 あの、ケースになると思います。まあ、ちょうどね、あのー、近くに私の大事な専用がいますんで、ちょっと見に行ってもらおうかなというふうに思っていますけど、もしね、今後、この看板を撤去した後ですね、今日以降、同じようにね、この、ね、トラックの搬入を同じ形で止め続けるのであれば、 県は活動家たちに騙されたということになりますし、再度看板を掲げないといけない。そしてね、過料化さないといけないんですよ。それをやらないのは、あの、県の怠慢であるというね、これ、住民監査請求、起こされたら、これってどうするんですか反基地無罪で通すんですかね。はい。基地に反対する、 えー、市民の心情を鑑み、えー、過を貸すまでのものではないと判断したとか言うんですかね。それって、法律的にどうなんでしょうか。はい。半吉だから過料を貸さない。これがね、えー、住民監査請求の時だったら通るかもしれない。ところが、 ね。それに納得いかなくて住民訴訟になった場合ですよ。県はどのようにしてですね、法律より感情を優先するという、これを証明するんですかね。いやね、今までね、こういったのは左翼の人たちがとっても得意だったんですよ。なんかあるとすぐ監査請求したりね、あと訴訟を起こしたりと。保守系の人たちっていうのはこういうことをやっぱりやらなかったんですよね。 でもこれからやっぱりね、どんどんやっぱりやるべきだと、えー、私は思っております。ですから今回の件私全く納得していないんでね、えー、近日中に、まあ、現場に行ってですね、えー、本当に彼らがこの憲条例に抵触しない形での抗議活動をしているかどうかっていうのをね、自分の目でやっぱり確かめてこようというふうにね、思っております。 はい。で、ことと次第によっては、えー、住民監査請求。そして、その監査請求が、感情論でね、もし、感情論ですよ。はい。基地に反対する、えー、その、市民の、えー、思いに鑑みどうのこうのなんて言って、感情論でですよ。正当化するんであれば、まあ、私は法律に則っ,ってね、これはもう、住民、あの、監査請求の一つ上、 住民訴訟の方も言っていいんじゃないかというふうに思いますけど。いや、本当にね、誰かがやらんとね、やっぱり変わらないと思いますよ、こういったのは。はい。まあでも今回いいね、あの、ケースを自分たちで提供してくれてます。知らんぷりしてね、無視しておけば、こんなね、大ごとにもならないのに。もう、何でもかんでも自分たちに対してね、 チャチをつけらられるのを我慢ならない人たちですやっぱりプライドが高いんでしょうね。まあ、結果的に、このように自分たちでね、騒ぎ立てて看板を撤去させる。その条件として、条例に抵触しない形での抗議活動をすると、県と約束をした。それを破ったんであればですね、県はまた新たに看板を立てないといけないし、そのね、 えー、健常令に反する行為をしている者たちに対して、過料をね、課さないといけない。その過料を課すことをね、あの、感情論で、もし、ね、濁すようなことがあれば、これはまさに法治国家ではなく、常治国家、まるで半島のね、あの連中と同じようなことではないかというふうにね、私は思って、 おります、まあ。その時にはまた皆さんにもご協力をお願いする時もあるかもしれません。いや、本当にやりましょう徹底的にこういうのは。もう誰かがやらないとね、あの、何も変わらないですから。はい。ガツガツ、これからはまたやっていこうかなというふうにね、思っております。はい。ということで、今日はですね、えー、南の島沖縄で起きました。一つの看板の撤去についてね、 はい。お話をさせていただきました、まあ。情報をね、提供していただきました。小シさんどうもありがとうございます。こちらね、現地にいる身として、この件についてはこれからもね、きっちりと見ていきたいと思ってますんで、これからも応援のほどよろしくお願い申し上げます。 なお、本日22時から YouTube プレミア公開がありますということで、お時間のある方はまた遊びに来ていただきたいと思っております。ラインバッカーさん、こんばんはんこでございます。はい、ということで、本日のボギー大佐の言いたい放題。はい、感情で撤去された一つの看板について、いろいろお話をさせていただきました。 では皆様明日また同じ時間にお会いしたいと思います。えー、今夜ちょっと遅くなりまして誠に申し訳ございませんでした。ではまた明日同じ時間にお会いしましょう。